エレキギターの設定の仕方、最初にギターを買ったらどのように設定したらいいかわからないと思いますので、ちょっと実際にやってお見せしたいと思います。実際に用意するのはですね、前回も説明しましたけども、エレキギターを買ったらですね、チューナー、チューニングするためのチューナーを買っていただいて、アンプと、それアンプとギターをつなぐシールド、そして予備の弦があったらいいでしょうということですね。もちろんピックも必要です。はい、でまずですね、アンプをコンセントに差します。こうつないで、でご自宅のコンセントをこうやって差すとですね。でギターをですね、こうクリップ式チューナーの場合はこのヘッドの、ここの部分ヘッドっていうんですけど、ここにチューナーを挟んでこうチューニングをすると。でチューニングが終わったらですね、このシールドっていうものですね、ケーブル、これでギターにまず挿して、ギターのこのここに穴開いてるんですけど、ここに挿して、でアンプのに挿す場所があるので、ここに挿してください。でこの時にボリューム、電源入れる前にこのボリュームっていうところ、マスターとかボリュームとか書いてると思うんですけど、全部ゼロにしておくといいと思うんです。いきなり大きな音が鳴ったらびっくりしますので。そして、アンプの電源を今これ後ろにありますけども入れます。でギターのボリュームをちょっと大きくしといて、これ全部時計回りに、ね、振り切るようにしておいてください。そして、ちょっとなんか弦とかちょこちょこ触りながら、そのボリュームっていうものをちょっとずつ上げていくと。ここにこのアンプ、これマスターっていうのがついてるんですけどね、マスターっていうのをちょっとずつ上げていくと、なんか音が鳴るということですね。でこのピックっていうものを持って弾くと、た音が出るということですね。で切るときは反対ですね。ピックを置いたらギターのボリュームを落として、アンプのボリュームをゼロにして、で電源を切って、で、まあ、ちょっと経って2、3秒待たないとダメなアンプもあるんですけども、ちょっと待っていただいて、アンプから抜いて、ギターから抜いて、で終わりということです。はい、このような流れになると思いますね。ちょっと詳しくわからないことありましたら質問セレドから聞いていただければと思います。はい、トータルギターメソッドのですね、ビギナーズチャンネルで他の先生方、およびトータルギターメソッドビギナーズ、トータルギターメソッドカンパニーの皆さんも同じような動画を紹介してくださると思いますし、今後インスタのストーリーズっていうんですか、インスタグラムのストーリーズでも紹介しようということになっておりますので、ぜひご覧になってください。トータルギターメソッドビギナーズっていうのは2021年7月に発売になりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。